忘れてた。まずい。あ、やばい。これ最短記録で俺負けるかも。僕ね、いやーなんかすげえ新鮮、あっちいなおい、愛してるよー。はい、フリーズベルからの同色ピンク同時当選か。で、ビッグ中はおしじゅん、三択のおしじゅん当てなんですけれども、当てるたびにここの右リール、あー右上のエンブレムが完成してきますね。で、完成すればあースーパー特化ゾーンレッドの特化。レッドの時ねえ、うあっ、ああああああ惜しかったね、惜しかった。いやー今のはちょっとものすごくガーッときましたね。まああのコースっていうほどこのメーターがあと1個足らなかった時でも当選してるっていうパターンがあるんで、列島はだけどなかったと思うんだよね。列島は通常ビッグでメーター5個であと1個でリーチかかってて結構当たってたなんていうのはよくあるんですけど、列島は多分ねなかったと思うんだよね。だよ久々。アロン、ちょっと照れてますね。お、乗ってる。よし、まだちょっと朝早いんでね、強引にここま
で出しましたけど、優秀なのは今のところ定格のチャンス目が5分の2というところが優秀ですね。はい、17ゲーム目合格チャンス目が4回目ですね。お、いいよ、セクシーだよ。これが29ゲーム目ですね。29ゲーム目そっち結構レアだよ。だっけな、確か6分の1ぐらいだよね、出るんだけど。お、ダニュー接近の時の突入条件忘れてましたけども、対決中にレアアクだったら MB を引くと入る場合があります。はい、それをすっかり忘れてましたね。暁ですね。 MB の時の一部で行くんですけど、ここでレアク引きは 100% 奪いませんか。最低5ゲーム続くってやつですね。Yes, I do. This is burning hair. Daniel, let's go. さあ、結束の時入ります。MB を引けば、結束の時自体のゲーム数が上乗せと。ダメなやつだな。カエルちゃんがちょっとね、大丈夫だよカエルちゃん。ああ、一回もベルトだ。このダメなんだ。いずれ決着をつけようやないか。いやーしょっぺー、うわースイカだったんだ、俺暁でスイカだったんだよ。いやー結束がなければまあいいでしょう、それもまたパチスロです。月光初当たりが今7回、そろそろちょっと引き戻してほしいよね。ああ引き戻し7の0、厳しい。
ただ展開がすごくいいんでまだ勝ってるんですよこれね。900枚ぐらいプラス。あ、影武士来た。合格チャンス目8回目でようやく2回目。いやーきちいなー。多分鉄ピンクピック忍び魂 A プラス AR というのも面白そうですよね、ありがとうございます。愛してるよ、本当愛してる。バケですね。やっぱね、ボーナスが絡まなきゃダメなのよ。ね、ちょっとゲーム数も増えてくるんだよね。花あえての中押しでございます。からのボーナス。レッドの時は一応準備状態を得て ART 突入すると同時にレッドの時に入るんですけども、毎ゲームポイント抽選です。500を引けばポイントを獲得してって、敵がいろいろ出てくるんですね。ザコだったりメカバレルだったりドクターマットだったり、あとは交渉だったりっていう、でそれぞれライフポイントがあって、あらかじめ設定されたライフポイントを削ることができれば勝利してゲーム数を上乗せすると。で強敵ほど何でしょうね、では獲得できる上乗せゲーム数が多いと。交渉とか倒せば100ゲーム上乗せみたいな、ドクターマットだったら50ゲーム上乗せみたいな、千秋さんだと30みたいな感じなんですよ。で、スイカを引くと颯君の体力も回復すると、まあ、ちょっとやってみれば分かると思うので、とにかくね、忍び魂2好きな人はこれがやりたくて、あとまあ結束の時とこれがやりたくてやってるっていうところありますよね。今ちょっと乗っちゃってますね、完全に乗っちゃってるやつですね。戦いの火蓋が今切って落とされようとしてますね、やっちゃいますんだね。でもう毎ゲームポイントガチ抽選なんで、子役を引けば早手の攻撃、リプレイだとピンチ。
まずは対戦相手を決めます。で一応これ設定差があって、奇数設定はループ率が非常に高いバレルが相手になることが非常に多いんですよね。ここはでも軽い感じでいきましょうね。イエスアイドゥジルが逆転相手にすれば上乗せで、逆転するために元数が上回っていきます。もう一丁もう一丁、ここで源流式忍術の奥義がバンバン繰り出されると。第2回戦の姿を、おっと千秋ちゃんちょっと難敵なんでクラッシュしましょうか。イエスアイドゥ、これでリールが巡回転する瞬間にロークだったら闇が破壊してほしい。ふぅふぅ、千秋ちゃんはちょっともう言い方下品だけどぶっ壊してるんでね。はい、まずい。あ、やばい、これ最短記録で俺負けるかも。あのね、多分日本記録ですね日本記録ですわ、熱湯の時の日本記録ですね、こんなのあんの。俺ねプラ60っていうのは見たことあるの、人の台で。大体ね200は乗せて、まあいいわ、まあよかったよかった、いい思い出ができて。やっぱ壊し続けなきゃダメだったな。まあいい、あー後悔先に立たずとはまさにこのことでございますよ、本当にもう。あー、いやー面白いねパスレはね、面白い、いろいろドラマがあるんでね、やっぱねいっぱい出せないんでね。っていうか俺勝ってるしね。いやー、まあ結構ね6分1日4回とか入れられたりするんで、だってビッグ AR 中にビッグ引いてお師匠当てればいいんでしょ。こんな簡単なことないんでね、はい、まあこんなもんでしょう。はい、投手が8本、獲得枚数が2000枚ちょっとということで、なんとか勝ちましたね。設定面では、定格チャンス目は良かったです。僕が記憶してる限りでは14分の4かな、14分の4。ただ降格チャンス目がひどくて8分の2、引き戻しがなんとなんと10分の1というところで、まあ中間かなっていうところだと思います。まあレッド日本記録ですよ、あれプラス30っていうのは本当に完全に日本記録だと思いますんで、さ、うん、俺もちょっと初めてですね。レッドは結構やれてたんですけど、まあこういうこともあって、まあ思い出になりました。また打ちたいですね、やっぱり忍び魂2が好きでした。お疲れ様でした。